セレストに飲み込まれてしまったルリアとイオちゃんとオルキスちゃん。セレストのお腹の中は見渡す限りのお花畑。ルリアとオルキスちゃんは共通点があるせいか通じ合うものがあるみたい。少しずつ出口に近づいてるかなと思ったら、なんだかイオちゃんの様子がおかしくなっていって。次回、不死の青少獣、お楽しみに。